というわけで、本日の動画が以上最終回ということになっております。で、今回の動画の中で、まあなんかこう今まで作ったもんでも見ながら、まあ、振り返りでもまあ最終回にありがちなんですけども、まあ全部作ったもんと振り返ろうかなっていうのを考えております。ということで本日もよろしくお願いいたします。いや、この動画が出るタイミングがいつかは分かんないけど、地上は地上で大変なことになってるんですよね。こう雪が降ってたりだとか、まあなんか殺人ツリーが消えたこととか。まあとりあえず今まで自分が作ったけども、最初からちょっと見ていきますか。いやー、ついに来ましたね、こういう回が。まだ自分でもやると思ってませんでしたけども、ということで、まあ、最初から最後までぐらいはこう綺麗なね状態というか、こう見やすい状態、ちょっと全部見せていきますか。ということで、まずここ、まあ、一応ここが超最初期はここになるんだよね。その一番最初にこう帰宅部トリオとして、あ、まだその時トリオですがなかった、こう清原っていう清原さんと2人で、あのこのワールドにご招待いただいた時に、このツリーハウス作りましたねっていう。最初はもう本当にこのちっちゃい真ん中のね、ちょっとあの清原さんのところでやったやつも含めると、もう多分この動画一本じゃ収まんねえからな。これ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 、まあオーソドックスなやつの、今お家作りますみたいんで、そのクレーターをちょっと整えて、穴の上に家を作るっていうのをやったんですよね。ここがもう一番最初の作った家なんで、もうなんか元祖起源だよ、ほとんど家の。懐かしいな。最初の辺こことかでは寝泊まりしてたんですけど、建物の用地が広がるにつれて倉庫が横になったりとか、そういうのでとやかくしてたら、6月ぐらいかな。まあ大体2ヶ月ぐらい経ってから、僕のこのソロ動画というものが始まったんですけども、なんでこうソロ動画みたいなものが、まあ呼ばれたらすぐやればよかったじゃんみたいな話になるんですけど、遅れた理由は、その当時あの桜プロジェクトというものを撮っておりまして、そちらを完結させてから、まあこちらの世界に伺うのが、まあなんか筋なんじゃないかなみたいなものがあって、まあ完成させるまで、こちらの動画撮らないということを勝手に決めておりました。ちなみに完成したのは桜だけど6月でございますっていう。まあ、今日の動画はなんかこんな感じで、なんか裏話も交えつつ、まあなんか全部見せられたらなって考えている。で、最初はもう、そっか、ここのここか、ここだよな。もう多分パート1はなんかこう地下帝国作りてえって言って、多分ここのここだな、ここ掘って確か終わったんだよ。その最初はもうダンジョン的なもん作ろうかなみたいなこと考えてたんで、ちょっとだけ顔っぽくしてある。だからこの当時、あれなんですよ、僕が初めてゲーミング PC を使った頃の動画になっていて、パート1が画面がオレンジがかってるのは夜間モードが勝手にオンになってた。浮かれて設定何も見ずに動画撮り始めたら、しっかりなんかオレンジかかってたね。目に優しかった。で、掲示板作ったりとか、このまま下だよな。ね、このトンネル掘るのもね、実は結構すぐ行けなかったんですよ、一番最初って。こう最初らへんやっぱ装備も整ってないっていうのもあったんですけど、この辺だな。この辺まで掘って終わったりとか、装備整えたりっていうのやってたね、確か。だから、あれだよな、昔なんてもともとこの辺も海だったんで、水止めながらだったりだとか、この階段もね、今となっちゃ使ってないけど、綺麗に整えてもよかったかもな、今後に向けてというか。ちょっと次もしなんかトンネル掘るときはちょっと忘れんようにしとこう。で、まあ最初ら辺の動画だからこれか、多分いっちゃん最初の結構建築っぽい動画ってやっぱこういう鑑定トンネルだったと思うんだよな。どうだろうな、ちょっと自分が投稿した動画見ながら見るか。多分順番的には多分この海底トンネルがもうね、10いかないあたりでも出してたと思うんだよな。ちげえわ。海底トンネル7話だ。ちょっと、あれだね。もうパート2の段階で、そうだ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 、思い出した思い出した思い出した。ここ、後々繋げたんですよ、確か。一旦あそこら辺まで掘り抜いて、その後、無理やり海底から掘ったんだ。そうだ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 。
だからもう最初ら辺なんてこの辺あんなに奥まで掘り抜いてなくて、どこら辺かな、このぐらいの範囲、本当にこっからこの家の大きさ、その間に作ったんですよね。確かその時もまだ鶴橋もね、石とか鉄だったような気すんだよな。ちょっと見てみる。うん、さすがにビーコンがないだけで普通にダイヤ使ってたわ何一つ覚えてねえ。あー、そっかそっか。でも確かあれだもんな、この拠点作る時にようやくネザーが解禁されたあたりかな。そっか、この頃って多分まだなんか玄武岩が追加されて、この辺に今はなき、なんか玄武岩無限装置みたいなの作ってたんですよ、この下あたり。そうだ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 、あった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 、この辺確かね、この辺にあって、初めての月齢大会は確かそのあたりでやったんじゃなかったかな。わー、なんか懐かしいな。で、この家が確かパート4もしかして嘘わー、パート4だ、パート4のこの家だ、マジか。確か5で内装やってるから、多分4はね、多分この外装作って終わったんだろうな。このなんだろう、壁みたいなものも最初なかったんで、より家っぽかったんですけど、村人を一旦閉じ込めておくっていう名目でちょっとこういう壁作ったらもう一生外れなかったね。で、この辺で内装の動画みたいなの出して、ああ懐かしいな。ここも確かこの頃はね、なんかこのシュルームインゴットに感動してて、なんかシュルームインゴットとこの青いランタン使いてっつって使った家作ったんだけど、このソウルランタンで明るさが弱いらしくて全然湧き潰しできねえでやんのっていうので、今松明が死ぬほど追加されてある。あー、もうここも結局最初から最後までずっと使い続けたからな。まあ、倉庫だけは拡張したけど。で、ね、さっきトンネル作ったみたいな話してたんですけど、それの一個前にですね、他のことやってるんですよ、この人。その一本前にこのドズルさんたちからのミッションみたいなもので黒い家作ってくれっていうのがあって、てかそんでなんか黒い家って言われて、真面目になんかこう黒い屋根の家作ろうかなっていうのをちょっと考えてたんですけど、もうなんか知らんけど、もうふざけて全部真っ黒の家作ったろうと思って、ブラックストーン統一の家作りましたね。で、確かね、これ作ってる時ドズルさんたちもなんか撮影しててバレないように俺必死だったんだよ確かだからもうこの辺もどうにかこうバレないようにめちゃくちゃ急ぎながら作ってたんだけど、確かね、この正面にボンさんが普通にいて、なんか何回も見られた記憶はある。ここにも面の用土、黒い家っていうのもつかせていただきました。大きさ的にもそんなにでかくはないしね。ただ個人的なこだわりとして、単調にならないようにひたすら凹凸はつけました。めちゃくちゃなんかデコボコしてるまあ、ブラックストーンだけでも家は作れるよっていうのをやりたくて、やったって感じですかね。ランタンついてるけどなちょっとこのペースでやってたら多分ね、余裕で50分ぐらいいきそうだから、ちょっとなるべくスピーディーでいくわ。で、次に燃料無限装置作ったんですよ、この辺。これ、いやー、これもあれだな、この燃料装置も最初から最後までおさえだったななんかいろいろこういろんなもんやで、鉄めっちゃある、鉄あったんだてか寝ざれ止まったんだ後半はこの左官ぐらいしか使ってなかったけど、自分ですら把握してなかったな。で、ここですね、今はなき村人たちが最初ここら辺で取引してましたね。で、そのゾンビ化させた村人の初代列怪をどこ行ったんだっていう話なんですけど、死んではない多分いっちゃん最初か、本当にあれ、ま、いまだにここにいるんですよ、列怪王もともとこの列怪王っていうのは、まあ、バキのキャラクターなんですけど、それをゾンビ化させるたびにしのぎ兄弟っていうのがいたんで、まあ、ただの2人のゾンビなんですけど、どっちもゴーレムにやられて、そのまあ亡骸だけはあそこに飾っております。で、このグラサン広場もそうだな、この辺りだ。ボンさんがあそこになんか
木の板でグラサンを作っていって、せっかくだったらこれもなんか使いてっていうことで無理やりなんか広場に組み込めましたね。ただ意外とこうなんかいい感じに馴染んだんで、個人的にはやっぱ気に入ってるんですよね。そっからからその生かしが始まった、多分そのあたりからで、確か次あれだわ、こっからあのドズルさんたちのところのトンネル掘ってた俺今思うと結構遠いね、あっちはあの無限城広がってるんでなんとも言えんすけど、ひたすらこうまっすぐ掘ってこう横にあるところが一応無限城なんで、無限城じゃない、ドズボン島なんで、そう思うと結構掘ってたんだな。でそっからはあの僕が石集めついでにこっからずーっとちょこ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 掘って用土を広げるっていうのをやってました。だからこの広場ができるまでここまでの広さだったんだ。広くなったなエリトラで飛び回れる広さだもんな、そら広いわ。でちょっと自分も今動画見ながらなんですけど、この辺りであのエリトラをお母さんにいただいたりだとか、そのエンドが確かその頃でカズさんがあのエンドラ倒し行ってて解禁されたんですよ。それでよし、もうじゃあもうエリトラ取り行くしかねえべと思ってたら、翌日普通になんか僕の掲示板の前にプレゼントって置いてあって、めちゃくちゃびっくりした記憶だけはある懐かしいな。でちなみにこの頃あの掛け狂いも流行ってましたね、ネザライトをかけて、まあ、結末は、まあ、タイタイがいい、48ごと違うよな、48段階だったからめちゃくちゃ借金背負ってたのだけは覚えてる。でここジャラさんに頼んであの作ってもらった、その頃ちょうど夏で少年時代聞きたいなっていうのがあったんで作っていただきました。流しましょう。はい、最高僕の夏休み2ってゲームが、まあ、2っていうか僕の夏シリーズが結構大好きで、その CM の中でですもんね、僕の2がこの、まあ、少年時代が使われておりまして、いやそれがなかなかかなりいいんで、皆さん僕の 2CM とかでググってみてください。かなり次作ったもんがですね、ここじゃねえんすよ。ちょっと行くか。現場はエンドちょっと待って、俺このペースで言ったら本当に40分50分で全然行くわ。ですね、もう行ってしまうとエンドの方になんかオブジェ作りたいって思いまして、それでオブジェ作りましたねっていう、一応物も見に行こう。そうだもんな、この今となっちゃ見慣れてるけど、このエメラルドも全部ジャーさん一人で手置きでやってんだよなやっぱすげえな。はいドン。ということでこちらの方で、エンドに行くとですね、おいちょっともう一個先ポータルの先なんでこっちですね。おいよいしょ、あー久しぶりにどっこいしょ、ちょっと怖いから装備つけとくかさっき俺よく襲われなかった。こちらの方にですね、エンダーメンと呼ばれる黒い、まあエンダーマンと僕を融合させた化け物を作ったわけなんですけども、化け物何が問題だったかっていうと、エンド自体が暗すぎて、あいつがめちゃくちゃ保護色だったっていう、何も見えんっていう、まあ、エンダーメンを作りましたっていう。エンダーメンも中に宝箱を仕込んだりっていう、ジャーさんとマグニさんとコラボさせていただいたりっていう時に、エンダーメン活躍したんだよ。危ねえ危ねえ危ねえ、地獄落ちとかった、エリトラつけといてよかった。よし一旦出るか。ほい、ということで再びこちらの方に帰ってまいりました。エンダーメン作って、
次、どこだったっけな。この辺からはもう廃屋を作り始めたんだよな。廃屋バザー作りますっつってゾンビがいるあれやっぱ湧き潰しやべえよ。ここがバザー第一号店ですね。ここから村人の輸送が始まりまして、基本的になんか村人はこっちのバザーで、まあ、取引できるようにしようって言ってバザーがいろいろ乱立してったって感じかな。あ、その時生まれたのがこの確かトライデントベンタリアはでも結構もうちょい先か。まだ先だな。でちなみにこの頃僕全土しましたね。エリトラ、ネザライト、トライデントもろもろ全てをでなくしたのは何が悪いかと言いますと、エンドの黒曜石にシルカーボックスを置いたまま旅に出て無事消失いたしましたと。でバザー作りのこの頃にですね、ちょうど掛け狂いがさっき結末で大体が48個の、まあ、残骸を背負ったって話をしたんですけど、その時にちょうどドズさんと3時間かけて作りましたからね。こちらの方に人間パチンコ台っていう、ちょっとまだ見えてるな。これ、当日集まって何作りましょうみたいな話した時で出た案で、いろいろ話し合ってこれができたんですけども、左が僕ですね。右がドズさんで。これもめちゃくちゃ面白かったな。仕組みはここに人が入って上に打ち上がって、最終的に落下ダメージ受けて、持ってたいというか散らばるっていう感じで、それで真ん中に入れた人がなんか花火が打ち上がるっていう仕組みでございます。なんかまた見たくなってきたな。でこの頃にですね、ちょうど僕の年齢詐称疑惑というものがかけられ始めた結果、精一杯の若者アピールということで DJ ブースを作りました。何が若いんですかねいや若年齢詐称クソもねえけどね。23歳ですか一応その、なんか元ネタがあるかとかそういうのじゃなくて、ただ単純に、俺、なんか年齢詐称疑惑が俺かかってるだけなんですよ。わからん、もう、わけわからん。で、初ビーコンが、ここだね。その頃ちょうど、まあ、ネザーでなんかビザ討伐が確か解禁されたんで、母さんがなんかビザ討伐してたんで、あ、じゃあ俺もやろうって感じでやった、確か。ちょうどその頃このワールド入れねえって勘違いした僕がですね、ね、トワイライトだ。黄昏の森っていう別の企画をちょっと走らせた頃でもある。まあ、なんだかんだあれもシリーズできたんで、個人的には満足。で、ちょうどそのあたり、その次ぐらいかな。ここ、水抜きしました。なんかこう、渓谷に街作りたかったって話があったんですけど、やむなく水抜いて終わっちゃいましたね。これもな、次もしなんか渓谷見つけたら渓谷で街作りてえな。まあ、またなんかちょっと考えておきましょう。スポンジの力は偉大だぞって話と、なんか秋葉のメイドリーミーの話となんか俺すげえ話した気がする。多分カットしたからメイドリーミーの話。秋葉に行くと絶対メイドリーミーの歌を覚えるんですよ。どこ行っても流れてて、誰でも歌えるようになりますよみたいな話を確か俺めっちゃ語った気がする。で、あれだ、このエリトラレンタル店だ。エリトラじゃない、トライデントだ。個人的にこのトライデントレンタル店に関しては意外と木製だけでこういうキャンプを作るというか、テントか、結構バザー的な感じができて個人的に結構気に入ってるんですよね。このテントに関してはなんかまた別のワールド行ってもとか、またちょっと使いたいなっては思ってる。結構気に入ってる。で、次ちょっとこちら辺の方に、この辺りからちょうど火薬が結構貴重だったので、ここに火薬タワー作りました。今おしゃれな3体になってますねこうちょっとここは普通の火薬タワー作るんじゃなくて、個人的にどういう爆走が湧くんかなみたいな感じの、ちょっと好奇心系で作ったんですけど、まあ今となっちゃあれですけど、めちゃくちゃ効率いいと作った方が良かったかもなっていうのはちょっと反省で思ってたりする。まあ全然使えたから良かったんですけどね。でこの辺りでバザーやりつつだったんですけど、一番くも今無限じゃ全部撤去しちゃったんですけど、最初はドズさんたちのわらしべ長者企画のために一番奥にメンズを作ったっていうのもあったの。ネザライトブロックを1個置いて、そういうのも多分その辺りで、次に
多分ブルーホールプロジェクトっすね。てかこれブルーホールプロジェクト60何ぼなんで、あれなんですよね、2ヶ月ちょい、まあ、この半年間で動画90本ぐらいしか、90本も満たせないのか、何本しか出してないのってもちょっとどうなんだっていうのはありますけど、だいたい3日に1本出してた。ここですね。ここも確かあのパート3本ぐらい分けたかな。一回こう区切って水抜きするのとか、まあ下まで掘り抜くっていうのをいろいろ分けてやってましたね。で最終的にあのここを洞窟の入り口っぽくしたっていうのと、全然水で隠れて見えないけどちょっと橋もこだわって作ってたっていうのが一応ここですね。ちなみにここはあの一度落ちるとあの登れないっていう欠陥を抱えてますんで、登りたかったらここの母さんが設置してくれた芝を使うか、この横の水を伝って上がるしかないっていう、今考えたら結構な欠陥。ちょうど場所があのあれなんですよね、さっきの渓谷とつながってたんで、この洞窟のこの岩肌感も結構個人的に気にしたりするんですよね。ここも割とお気に入りで、次の動画がですね、この倉庫をここら辺で拡張した。確か倉庫拡張するまでは結構ガタが来てて、もともと確か俺ここ高さ3列ぐらいしか作ってなかったの。めちゃくちゃ足したからここら辺は。よし、で次がネザー。ネザーに作ったものとして、ちょっとまたオブジェ作りてーっていうのが、そこをやりました。ここら辺で作ったオブジェなんですけど、ちょっと下見に降りる階段を、ここか、ここから降りるとですね、ここの方にあの鉄無限装置というか余ってる鉄を全部寄付するっていう名目で、こちらの方に、ま、鉄にまつわるやつを作りました。でここは後々なんですけど、ここに巨大な鳥居もできるっていう2回再登場を果たしてますね。対はございません。ちょっとついでに話っていうか、あれだよな、これの次が多分こっち側なんですよね。ここのネザー大橋ですね。要塞に結構徒歩で行けるようにしてえなーっていうのがあったんで、めんどくさかったというか、おっとこれ大丈夫か、ああ大丈夫か、わざわざエリタリア飛ぶのが結構めんどくさくて、まあちょいちょい徒歩で行けるようにっていうことで、こんな感じで橋を作りました。ハリボテです。こっちの面以外から見るのは禁止となっておりますと。この大橋が終わったらね、この辺りでも多分あれだよな、多分11月とか入ってたと思うんで、次はちょっとこの砂漠方面に出てですね、あ、一個前にあれだな、そういえば聖地のやつ発表し忘れたな、地図1枚聖地しましたっていうのがあったんですけど、それは、パート40、50ぐらいだったかな、確か。そんなに最近ではない。2、3ヶ月ぐらい前だね。で、ちょっと今映りが悪いんですけど、こちらの方に畳プロジェクトと呼ばれる、地図1枚分畳を作るっていうのをやっております。畳のデザイン自体もこういろんな方がいらしたんでいろいろ出てたんですけど、まあ、結局はなんかこう一番ズボラなデザインになりましたね。基本的に素材も砂無限期で増やせるものだけに落ち着いたっていうのが、この畳でございます。この畳も無限上で大活躍、こんな感じでございます。でちょっともうこの近くまで来ちゃったらもう見せた方が多分早いんですけど、まあ地下であれこれやった後にこっち側のですね、まあ地上絵の方だね。でここだな、覆われた森全部を、あれここだっけ。あれこんな剥がれた土地は知らんな。あれでも元からあったか、特にここで何かって記憶はないからな。ここら辺の覆われた森全部木引っぺがして、あれ俺ここの土は知らんな。エンダーチェストも俺置いた記憶ないんだろうな。まあ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 、まあ、とりあえずここの覆われた森を全部さら地にしましたっていう。その引っこねた木も、何につながったかっていうと、まあ一応最後の建築になりますかね、これで。まあ、代表作っていうか、まあ、後半は結構でかいもん作ったなっていう記憶はあるんだけどね、今思うとなんか一瞬だったな、マジで。でもうこの辺りっすわ、もうこれで今もうパート80何歩ですかね、
一応最後の建築です。マジかマジかっていうのもあれだけど、この一番最後の建築として、無限城、1週間ぐらいの急ピッチで仕上げた割には、まあ、結構それっぽいものができたなと思って、結構自分でも満足はしてるんですよね。まあ、ただやっぱこうアラを探すわけじゃないんですけど、まあ、やっぱりこう無限城らしさっていうのはやっぱこう上にどん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 続いてる様子であったりだとか、まあ、こう果てしない底みたいなものもやっぱ作りたかったなっていうのが、まあ2割ほどまあただ畳を作った段階でもこれを作りたいって決めてたっていうようなところあったんで、まあまあまあ結構和室というか普通の城とは違ったまた面白いものができたんじゃないかなっていうので結構満足してます。見て、ということでちょっと急ぎ足でしたけども、これにて全部の紹介が終了いたしました。いやー、ここもうちょい語りてえな、もうちょい語るかいや結構ねこれ頑張ったぜっていう、もともとこう期限がですね、割と余裕こいてたんですけど、12月入ってから、まあ、なんかぼんやりしたらもうなんか残り1週間で完成させなきゃやばいみたいな感じになってて、急いでやったねまあこんな感じでなんかこうハリボテの箇所が結構あるんですけども、パッと見ハリボテじゃ分からないようになってるっていうのが、この無限城の特徴になっておりますと。いや、かなり満足だいたいいろんな箇所から見ても結構面白い景色が楽しめるんで、まあ、もしこのワールドがなんか配布されたりみたいなことがあれば、皆さんもちょっと足を踏み入れてハリボテの箇所を探してみてください。こいつここサボってやがるみたいな感じで楽しめますんで、はい。ということで、まあ、ここが一応最後の畳使いつつの、まあ、一応最後の建築になっております。で、一応これでまあ最後にはなるんですけども、またなんかこういうこともやりたいなっていうのは考えておりますので、またなんかこう姿見ることがあれば、はい、お手柔らかによろしくお願いいたします。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。それでは。